激ヤバ入荷情報。このチャンネルは私、平成元年まで無許可、ロレックス駅店で GMT マスター2を購入する奇跡を晴らすチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。金むく持ってるけどね、というところで、ございます。はい。本日につきましては、視聴者様から、ね、激ヤバ入荷情報の方、教えていただきましたので、こちらの方シェアしていきたいなというふうに思っております。で、そしてね、ちょっとやっぱ、私もね、向けていかないといけないと思いますんで、その時計ってどんな時計っていうところをね、シェアしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい。このチャンネルでですね、GMTSS マラソン中の私が皆様の情報を元にマラソンして、ゼロからの男がね、ロレックス GMT マスター、いつ買えんのかっていう話になります。まあ、これ、イレギュラーで買っちゃった金目になるんですけれども、うん、まあ今、もともと私のやっぱ目標は SS ですから、はい。頑張っているチャンネルですので、皆さん良ければね、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お金かからないよ。ピと押してください。ピピ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 言うてお願いします。なんかね、本当にお金かかると思われてる方いるんで、お金かかりませんから、ピとお願いします。よろしくお願いします。というところでございます。はい。激ヤバ入荷情報。あんまりね、お店の名前をね、この店のここですよっていうのは、ちょっと、ね、言いづらいので、ある程度隠したいんですけども、九州の上の方ね、九州の上の方って言っておきましょう。九州の上の方。うん、九州の上の方です。で、入荷がありました。視聴者様から、連絡あって、その辺を、伝えていきたいと思います。多分視聴者さんの名前はね、ちょっと隠しておきましょう。まあ、九州の上の方で出てきたのが、この時計、ドルルッドゥン、ブーン。はい。赤シードウェラーでございます。赤シード、かっこいいですね。はい。赤シードね、まあ、視聴者様がね、まあ、別の、時計狙われてまして、で、まあ、行ったところ、赤シード、うん、出てきたなと。いうところでございます。ただね、このね、入荷っていうのは連鎖するっていうのは私視聴者様から教えてもらっております。ね。まあ、何度も言うんです。そう、何度も言うんですよ。そうなんです。初めて聞いていただく方がいますので、こういうね、激レアモデルがね、まあ、九州地方に入ってるっていうことは、あなたのね、街でも入ってる可能性がありますよ、というところでございます。ね、日本ロレックスがガン言って、ピシャーって、うん、ピシャピシャピシャってこうね、出すから同じようなモデルが入ってる可能性が高いよっていうところでございます。だから私のチャンネルを登録することによって、これを知ることができれば、あなたも赤シードを変える可能性が高くなると。ブンブンって、そういう話でございますから。はい。ね、赤シード入ってますよと。うん。裏から出していただいてみたいですね。ただ、視聴者様は、別の時計狙われてるんで買わなかったというところでございます。はい、じゃあね、赤シードってどんな時計か。まず赤シードってね、赤色でシードウェラーって書いてあるんですよね。ね、シードウェラー。海の居住者でございます。はい、居住者。ドゥエラーですね。私はもう完全にね、このね、うん、トヨタの居住者。トヨタドゥエラーみたいになってますけれども、私はここに住んでるわけじゃございませんからね。会社の寮に住んでるんで、なかなかでかい声出せないんで、このね、トヨタドゥエラーになってるんですけれども、はい。シードゥエラ、海の居住者になってみませんかという時計でございます。ねえ、43ミリ。これね、金目40ミリ系なのでね、GMT ね。結構デカ厚時計ですね、シードゥエラ。もうトップレベルじゃないですか。ヨットマスター、2と、うん、タメハルぐらいのこのデカ厚感。うん、これがね、シードウェラーになるんですけれども、まあ、ね、1960年代ね、サブマリーナ。うん。サブマリーナあるじゃないですか。まあ、あれの、こう、上位機種みたいな、位置づけらしいんですけれども、サブマリーナね、海の中潜ってね、まあ、海軍とか、まあ、海洋の機関でね、結構使われてたみたいなんですけれども、サブマリーナの、この、風防がぶっ飛ぶらしいんですよね。中でなんかヘリウムがこう、ブワーってこう膨張して、サブマリーナの風防がピョーンってぶっ飛ぶらしいんですよね。で、そういうのを抑えるために、まあヘリウム抜きバブルとかついているようなモデルになるんですけれども、ね。で、
シードウェラーね、海の居住者、シードウェラーであれば、1220メーターまで潜れます、これ。皆さん、1220メーターまで潜れます。ちょっと来週、1220メーターまで潜りたい方おられましたら、ぜひね、赤シード買いに行った方がいいのかなと思いますね。で、次ね、ディープシーもあるんですよ。シードウェラーのディープシー、もっと潜れますよ。もっと潜れる。もっと潜れます。何メーターだと思いますか？はい。3900メーターまで潜れます。いつ潜るねんと。誰が潜るねん、そんなっつうね。ぜひ3900メーターまで潜るね、予定がある方は、ディープシーも狙われてください。ちなみに私、ディープシーを紹介していただいたことがあるんですよね。あれ3ヶ月ぐらいだったな。去年、もうほんと、開始して3ヶ月ぐらいで、これもね、そうなんですよね。サブマリ、私 GMT 探してるっていうのは言ってたんですけど、その時ね、そこまで店員さん全体に浸透してなくて、で、聞かれたんですよ。何探してますかって言われて、3ヶ月経った時に、まあ、GMT 探してますと。でね、そしたらね、他に何かありますかって聞かれたんですよ。え？と思って。何その言い方と思って。まあ別に何も探してなかったんですけど、まあなんかまあサブマリーナはやっぱね、やっぱかっこいいじゃないですか。だから、まあサブマリーナとかいいですねって言ったことがあったんですよ。そしたら、店員さんがね、じゃあこれはどうですかっていうのでディープシー紹介してもらったことがあります。だから結構そのサブマリーナ探しててディープシーっていうのは結構あるかもしれませんので、もしね、サブマリーナ探されてる方でディープシーでもよかったら、まあ、こう出てくる可能性も結構ありますよっていう話ですね。まあ、わからないですけどね。私の場合はそうでしたっていう話でございます。ちなみにこの視聴者さんもその可能性があったりなかったりしますというところになるんですけれども、そうね、ディープシー3900メーターまで潜れますというところでございます。まあ、世界記録のね、多分スキューバダイビングの、潜水記録が332メーターとからしいんでね。これどういう風に、使えんのかな。で、まあ、そこまで潜れるぐらいもう精度が高いね、半端ないディープシーっていう時計、赤シードになりますので、はい。はい、というところでね、今赤シード入ってますから、いや、非常にいいですよ。めっちゃかっこいいですよ、赤シード。腕太い方とか似合うかもしれませんね。でかくて厚いんでね。すげえかっこいいと思います。ぜひぜひ狙われてる方、今が動き時ですよ。本当に。今ね、赤シード言うてね、言ったらもしかしたら買えるかもしれませんので、ぜひ皆さん探されてる方は今がチャンス。でもこういう風にね、入荷ありますね。オッケー。ちょっと私もね、やっぱ勇気出ますよ。もうほんとね、信頼してる視聴者さんですからね、時々連絡取ったりもするんですけど、ツイッターの DM とかで。まあこれ、もう本当に、そういうガセネタとかではないでしょうっていう話でございますから、はい。ぜひね、赤シード狙われてる方は行ってくださいという話でございました。はい、まあこんな感じで、ね、この入荷情報をどんどん、シェアしていきますので、まあ皆さんもしあったら教えてください。そしたらね、本当にその、転売屋じゃない人にね、聞いてもらって、欲しい方が、欲しいタイミングでバンって買えるような感じになっていけばね、本当に素晴らしいと思いますので、はい。まあそんな感じで、今日は、赤シードのね、入荷情報と、あと赤シードどんな時計っていうところでちょっとシェアさせていただきますというところで、はい、本日終わります。以上です。もうケムケンオッケー、いってもらおう。